じゃあオープンいきます。はい、オープン。はい、ナイスオープン。よいしょ、オープンしました。あ、お客さんが生産待ってるって。いや、まじ、早く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 。やばいやばい、バツバツバツ。ちょ、S 君って何？ ESC ボタン。ESC って何や？お釣り。お釣り？7ドル、7ドル。7ドル、これと、これとこれ、OK です。はい、それで渡す。はい、OK。これ、渡す。スペース。あ、ちょっとダメだ、今日。うわー、闇。闇じゃないのよ。電気つけないからいけないんだよ、俺らが。なんだよ、この店。怖っ。やっば。怖え店出来上がってるわ。めっちゃ売れてるやん。めっちゃ売れてる。どうしたの大橋君ってやっぱ客寄せパンダだな。いや、パンダではないです。パンダではない。パンダではないです。さすがに。さあ始まりました放課後ゲーミングライブ。今回は私コチュゴと大橋和也がお送りします。ありがとうございます。2人でやんの初だよね。初ですね。なんかちょっと気まずいよね。いや俺はそんなことないですよ。いやけどスタッフさんの拍手結構ままだやなと思って、今日なんかびっくりしました。大丈夫かなって。全然全然、もう楽しくいきましょう。だって言うて、うん、あの入ったも一緒ですもんね。だってなんかね、そうだから関西の方とかね、ちょっと分かんないからね、いつ入ったとか。 でも意外にね、入った年で言うと同期ぐらいな感じっていうので、だからもう同期として頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本日プレイするゲームはですね、スーパーマーケットを経営しよう、スーパーマーケットシミュレーターでございます。よいしょー。大きなった拍手。よかったよかった。よかったよかった。このゲームは知っちゃう、知ってますか？知らないです。知らないやんな、はい。俺前回ね、有岡くんと2人でやったんだけど、そうなんですか？スーパーマーケットをまず出来上がる、作ってるんですよ。で、はい、それの商品を仕入れたりとか、陳列して、なんか、レジ打ちやったりとか、はい、言っちゃえば職業体験みたいな感じの、ゲームでございます。はい。だから本当に、あの、商品の価格設定だったりとかっていうのも、はいはいはい、仕入れのタイミングとかも、家賃とかの支払いとか全部自分たちでやんなきゃいけないから。全部自分ですか？そう。だから本当に自分のお店を持ってるっていう感じで。そうだね。ちなみに経営能力とかっていうのは？経営能力ですか？うん。多分、全くないです。ない、はい、能力はないと思います。じゃあ過去になんかちょっとフリーマーケットなんかやったことあるとかっていうのは。でもバイトがしたことないかなっていうのがあって。あ、そう、バイト経験ゼロか。ゼロなんですよ。ああ、そっかそっか。だからちょっと未知数であるんですけども、うん、結構こうなんか買い物とかスーパーとか行ったりするので。あ、俺もねその知識大事だった。どこに何があるかって結構大事じゃん、うんうん、はい、だからそれをちょっと陳列だったりとかっていうのもね、売り上げ変わってきたりとかもするので。あ、売り上げもあるんですね。売り上げもあるよ。うわ、赤字になったりとかもするから。お客さん来るんすね。うん、わかりました。ちょっとわかんないと思うから、まずは大橋くん一人やってみようか。え、逆逆逆逆逆え？逆です。うん、逆。普通は、うん、あのコチくんが、うん、あのして僕が見て、あ、うん、そんな感じなんやっていうのがあれなんですけど、うん、逆のパターンですか、コチくん。そう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 。あの俺も思い出したいから。いや逆やんって思い出してください。見て思い出す。見て思い出すけ。わかりました。じゃあ初めての人がやるとこんなんですよっていうのもね。そう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 。やらないといけないですよね。思い出したからもうさっ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 てやっちゃうから。わかりました。これがね、今有岡くんと俺の店。あ、作ったんですか、もうこっから。そう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 。外見から作れたんですか、これ。外見は作れない。あ、作れない。でもちょっとね、お店が大きくなったりしたの。あ、そうね、大きくなるんですね、これ。そう、ちゃんと銀行にお金を借りて、はい、からスタートしてんだよ。あ、そうなんや。そうそう、とりあえず中入ってもらっていい？これ、これどうやって入るんですか。だから WWW。 WW。 そう、全身全身。あ、これか、オッケーです、オッケーです。じゃあオープンいきます。はい、オープン。はい、ナイスオープン。よいしょ、オープンしました。で、今価格設定を見てもらえると、値段のところちょっとクリックしてみて。はい。そこ今、はい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 、そう、市場価格は 3.96 なのよ、はい、なるほど。だけど俺らの店は3ドル。あら、安い。安いじゃないですか。そう、だからちょっと安めに売れなきゃしょうがない。そうですよね、まずね。あとね、前回パンを仕入れすぎたっていうね、問題があるこれパンっすよね、だって。そうそうそう。いや、めちゃくちゃ仕入れてますね。でもね、日によって何が売れるかも違うのよ。あ、そうなんや。そうそうそう。いい。仕入れはこれですか？そうそう、そこでね、仕入れんの。わかりました。マーケット、スーパーマーケット。これを押します。あ、なるほど。そうそう。そんで今ね、俺らお金持ってないね。なるほど。これはあれじゃ、あれですか？あ、お客さんが生産待ってるって。いや、まじ、早く早く。早く早く早く。やばいやばいやばい。バツバツバツ。ちょ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 。ES、S君って何？ ESC ボタン。ESC って何や？左上、左上。あ、これか。オッケーです、オッケーです。はい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 。ほら、来てる、待ってる待ってる。優しい。ほら、早く早く早く。はい、違う、そこじゃない。商品クリックしたい。商品、オッケーっす。そうそうそう。そしたらいくら？
なんかもらいました。じゃレジ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 。レジ右側右側。右側右側。あ、これか。で、お釣り。お釣り7ドル7ドル7ドル。これと、これとこれ。はい、OK、それで渡す。はい、OK。これ、あれ、ま、渡すは右だね。右。レジ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 。レジ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 。逆逆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 。そこそこそこ。え、渡す。スペース。あ、ちょっとダメだ今日。待って待って、俺エンター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 。あ、これ開けた開けた開けた。はい、めっちゃ売れてるよ。めっちゃ売れてるよ。はい、全部全部。はい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 。えい。で、カードカードね。カードは楽ちんよ。カード楽ちんなんすか？これか。入力するだけ。4450。4450。で、そこ、ケチック。44.50。て、てん。よいしょ。50。50。はい。オッケーオッケーオッケー。はい、来た来た来た。なるほど、結構カード簡単っすね。カードは簡単。算数いらないから。あ、現金だよ。現金ね。だから、あ、ちょうどじゃない？あ、違う、4.58。で、5セント。5で、8。1,2,3,4,5,6,7,8。え？すげえ。小銭で返すんだ。めっちゃ来てくれるじゃないですか。めっちゃ売れてません？あ、カードサンキュー。サンキュー。で、10.57。10.5、結構は、あ、慣れてきたかも。そう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 。いいよいいよ。オッケー。お釣りはなし。なし。はい、ありがとうございました。あー、めっちゃ買ってくれてる。で、今さ、結構買ってくれてるじゃん。はい。そしたら商品の棚がなくなってくるのよ。37.90。あー。あー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  !90。オッケー。はい、なくな。水と小麦粉売れた。8.17。8.17。はい。あ、結構売れてますね。お前商品結構なくなってますね。そう、なくなってんのよ。だからそれを逆に仕入れなきゃいけないから、今度。あ、そういうことか。結構買ってくれてる。え、お客さん27点、今カードじゃない83セント。え、違う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 。何今やったの？なんか押しました、これ。80だから50セントから。50セント、あ、50セントですか？右右右。よいしょよいしょ。それ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 。50セントと、それ今何セントやったの？5セントですね。あ、合ってるんか？渡すのは。だから80。じゃあこれ、もうわかんないわ。取り除くってどうしたらいいのこれ。じゃじゃ大丈夫よ、大丈夫よ。ええ0.83ですよね、お釣り渡すの。やったら 5? あ、え、セントって何本なんすか？0. 何本？ 0. 何？え、え、だから 8?3 だから、あ、そっか。え、あ、合ってますよね。合ってるわ。5000、いや、あ、俺が5000。ですよね、ですよね。ですよね。だから3いらないってことですよね。3いらない。ですよね。じゃあ合ってたんか。だから俺この多分50セントなし。じゃあ50セントをちょっと戻そう。50セントどうやって戻すんですかこれ。右クリックできない。レジの方でクリックやって。レジの方で。やばい、渋滞してるよ。え、50セントのところ右クリックすればいいんじゃない？え、これ右。あ、戻った。お前、あざす。やばいやばいやばい。おお、現金3.76。2、3、76、1、で、7。当てます？違う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 。え？ 76だから50セントじゃない？あ、そっか。俺多分さっき言ったもん、ほんまに間違ってましたね、じゃあ。だから、20ですよね。こうですよね。これ1個多いんか。1個多いから1セント返そう。そう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 。やばいやばいやばい。めちゃめちゃ。めっちゃ渡してる。めっちゃ渡してるけど、結構これすごいね。え、こんなお釣り？ 30、10、1枚1枚で。で、5。5。5。で、88。うわ、計算めんどくさい。もう1個5セント。5セント。で、もう1個。もう1個。で、で1セント3枚。1、2、3。はい、OK。OK。うわー、闇。闇じゃないのよ。電気つけないからいけないのよ、俺らが。5.50。5.50。やっべ、なんだよ、この店。怖っ。やば。怖え店出来上がってるわ。やばいやばい。48.12。待って待って、電気どこにあるんすか？ちょっと忘れた。チェックアウトがいっぱいです。2.26。2.26。2.2。え？2、合ってますよね。合ってる。25セントと1セントでよかったじゃん。
あ、そうなんですか。ちょっと待って、むずい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 。あ、落ちる。見えな。見えな。電気一回つけに行こうよ。電気どこにあるんですか。レジの左側だっけ。 9.84。 そこ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 、後ろ後ろ、それ、これ、これ、これ、それ、それ、それ、押して、押そう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 、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。めっちゃ売れてるやん。めっちゃ売れてる。どうしたの、大橋くんってやっぱ客寄せパンダだな。客、いや、パンダではないです。パンダではない。パンダではないです。さすがに。よっしゃ、でもね、商品がなんもねえ。バイト雇わねえと。 4.34。 バイト雇うって結構あるじゃないですか。それもあれですか、後ろの。そう、6、じゃあ50セント1枚、6、3、1、2、3。いいね、計算できるようになってきたね。いいよ。あ、結構いい。お客さんおらんなった。 OK、 OK、ね、仕入れよ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 。あ、でも9時だからもう店閉めよう、とりあえず。そうっすね。はい、で、入る。入って、ちょっと待って、何がなくなったか見てみようよ今。そうですね。全部売れたわ。ほとんど全部ないっすよ。うわ、なんもねえ。卵もミルクも、あんまり卵ない。ちょっともう仕入れにしとこう。そしたら、そうですね、パンもほぼほぼないし。何買います？いっぱい買おう。シリアル買おう。シリアルを何個買います？いや、もうそれ箱だから。いや、多い多い多い。3、いきますね。はい、油。油結構売れるね。売れてましたね。え、多いって。2でいいよ、2。なんか10個までしかカード入れられないって。あ、なるほど。これほんなクリックでいいですか。うん、じゃあ、あ、明日の朝買わなきゃいけないんだ。あ、 OK、 じゃあ入れといてもらって。そうですね。じゃあそれでいいや。 OK です。で、で今日の作業終了。なるほど。お、すげえじゃん。あ、すげえ。あ、でも見つからない商品がやっぱり 14人見つかりられなかったのかな、なんか。よし、じゃあ次は俺が行こうか。いいっすか、お願いします。これ結構でも慣れたら手際よくできますね、多分。そうなのよ。一発目はちょっと難しかったです。何が何か分かんなかったんで。で、まず、あ、なんか減ってるって書いてある。何が減ってるって。今なんかパスタとなんかが、あ、価格が落ちた。だから今買い時ってことですよね。なんだろう、そういうことね。オッケーオッケー。あ、ほんとだ、単価が下がってるんだね。そうですね。まあ、とりあえず買わないといけないですね。そうですね、買っても。これすぐ届くのよ、マジで。あ、そうなんですか。うん、ほら。え？え、これどうするんですか、これ。この量どうするんですか。そう、これをね、拾うのよ。はい、拾ってなんか運んでいくのよ。あー、なるほど。あ、ほんとだ。あ、できました。左っすか、それ。そうだね。なるほど、わかりました。これ、どうやってんだっけ。で、段ボールを投げる。これ、段ボールはどうするんですか。後でなんかね、片してね、ゴミ箱しまうのよ。あ、でも結構届いてますよ。めっちゃめちゃ多分20個くらい届いてるから。有岡支店長がいないとやばいな。有岡くんうまいんすか、こういうの。うまかったんすか。有岡くんうまかった。うわ、俺はただワーキャーワーキャー言ってたら終わった。そこですか。あ、いい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 。でもバイトってどうやって雇うんですか。知らねえ。全然知らない。ああ、早くオープンしたいのにな、仕入れ作業で。でもまだ8時なんでね。そうそう、まだオープン、まだ行けますね。このなんかちょっといい感じ、めんどくさいのもいいっすね。そう、本当のバイトみたいでしょ、ね。なんかやりたいバイトとかないの。やりたいバイトは、やってみたいバイトとか。え、でもガソリンスタンドやってみたかったんですよね、僕。なんで、車好きなの。車も好きなんですけど、意外と匂いも好きで。それあんま言わない方がいいと思うですよね。で、なんかちょっとバイトっていうと夢あるじゃないですか、そのガソリンスタンドっていう一つの。そうね。あ、やべ、卵置けねえじゃん、もうこれ。腐らないんですか、大丈夫ですか。腐ってて、もう知らん。え、ガソスタ以外は何。ガソスタ以外で言うと、まあ自分が食べるのが好きなんで、あと居酒屋さんとかしてみたいですね。あ、居酒屋。居酒屋とかお客さんとこう喋れる空間っていうか、そういうのもいいなと思いますね。仕入れ多くね。いつまでやってんだよこれ。いや、やっぱ買ってもらうために。
コーヒーも、コーヒー1個しかないですね。置けないよね。あ、置けますね、これ。ジュース。ジュースじゃない、油ね。油か。危ない危ない。油は飲み物、やっぱり。そうっすね。それぐらいの油も好きっすね。よし、これでオープンしよう。もう、ね、満タンじゃないですか。外じゃ。オッケー。よいしょ。いらっしゃいませ。いい。待って、全然足りなくね。へい。よいしょ。早い。3。え、これどうした？エンター？エンターっす。あ、スペース。オッケー。いい。いらっしゃい。あ、いいよ、紅茶。やばい、価格設定何にも書いてねえけど、まあ、いっか、まあ。とりあえず。全部プラスなんですか？一応。知らねえ。なんか、有岡くんが結構やばい価格設定をしてたな、一回。でも、売れてますよね、今。そう。あ、そっちでもできたんですね。あ、ごめん。教えてなかったね。そうそうそう。全然。なるほど。あ、小麦粉売れた。小麦粉なくなっちゃった？ちょっと待って、買う前に小麦粉仕入れたいよ。多分小麦粉まだありますよね。そうだよね。なんか文字出てましたよね。そうや、行きますもう。ああもう。ESC ですね。どけるときは。向こうに行きたいときは。めっちゃ来るじゃん、お昼休憩。あ、でもこいつ、こいつって言うな。こやつ行ったら行きます、行きます、行きます。 ESC 押して、行きます、行きます、行きます。こいつね、こいつです。行ったら行ったら行ったら、下す下す。いい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 い。もうないっすよ。あ、あ来た。カードのみです、うちは。あ、ねえんだ。いい。 10.34。 めっちゃ買ってるやん、こいつ。優しい。こいつちょっとごめんなさい。この方、あ、カード。素晴らしいお客さんですね。 41.20。 いい。いい、カード。カード、カード、はい。いいよ。おお。すごい。あ、この方いったもうあれっすね。1ドル ?1 ドルっすね。いけ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 。コーヒーとかいきますよ。いったれいったれ。これっす。いったれいったれ。G。こいつなんだ、上っすね。紅茶か。ちょっと待ってね。いい。いらっしゃいませ。来てる。23。 0.23。 あ、間違えた間違えた。え、あ、ここね。そっちに右クリックです。23ね。はい、ごめんなさい。あ、ミルク1個ね。はい、そこ。いいよ。あ、そうだ、俺前回なんか学んだわ。何ですか？あの、はい、価格設定の時に、はい、0.何を出ないようにするといいんだよっていうのを帰り際スタッフさんに言われて、はーんって言って帰った気がする。何その価格設定の、なんぼ出へんっていうやつ。あ、確かに全部。そう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 。 0.何っていう価格設定せんかったらいいってことですもんね。そうそう、そういうこと。あ、確かにそうかもしれないですね。頼むカード、ありがてぇ。281。2人が一番いいよね。そうですね。やってて思いますね。やっぱぴったりした方がこんだけ楽なんやなっていうのは。そうよ。お、よっしゃっしゃ、いいじゃんいいじゃん。9時じゃないですか。え、じん、まあ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 いいんじゃない。そうですね。オッケーオッケーオッケー。あ、見つけた商品が高いっていうのもありますね。それ多分有岡くんの設定だと思う。何のやつか気になるけど。じゃあ次やってみようか。はい、次の日始めて、はい、オープンする前にアルバイトの募集をしてみよう。そうですね。あ、管理管理ですか。
管理。成長、あ、これ、これじゃないですか。採用。あ、これ。今、レベルが足りないのか。そういうことか。あ、でも190なんで、あと10人チェックアウトしたら、チェックアウト。あ、じゃあ明日できるんじゃない？なんかできそうですよね。じゃあ早く1日終わらせよ、もう。ね。まず在庫が足りないね。油。油。左側から、パンダ。だから価格設定見てみようよ。値段のところ押して。よいしょ。それ油ね。あ、たっかー！高っ！でも結構売れてますよ。だから、まあ、このまんまでいこう。攻めよう。攻めて、なんて何は消すっていうあれでしたよね。あ、そうだね。そういえば。こっちで、これとか。ってことですか？た。かっ。あ、高くなりました。安いんだ。市場価格が 5.94 だから 5.5。あ、いいね。そのまんまでいこう。OK です。いいんじゃない 6じゃなくていいってことですか？うん、いいよ。いいっすか？うん、じゃあやっぱ売り上げ欲しいじゃん。そうですね。これどうですか？ 5 にします？いや、売り上げ欲しいから 5.50 だな。オッケーっす。入荷す、あ、待って、入荷するものを覚えておこう。チーズとパンと、チーズ、パン。チーズ、パン、あと、油。これなんだっけ？これ何ですか？パスタだ。パスタ。いきます。購入。オッケーオッケー。で、一丁、あ、上に置けるね、もう一個。二個置けるね。オッケー。ありがとうございます。並びよう。オッケー。上にも置いてもいいね。あ、置けるかな。うわ、日本。まあ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 。まあまあまあ、置いておきましょう。そうですね。あ、来る。来てください。あ、来た来た。何買うんだろう、教えて。あ、今パン高いからね。あ、な、何選んでるんですか、何選んでるんですか。チーズ選びましたね、あなた。あれ、いつの間に帰ってる男の人が。ここです。これだいぶ楽になるんじゃない、計算いいよ、ほら、いい、70セント、よいしょ、10、2枚、 OK、 OK、 スペース、いいよ。あ、めっちゃいい。あ、待って、計算めっちゃ楽じゃん、これで。150、1枚。これですか。そう、150、よいしょ、1ドル50セント。あ、いいね、計算楽。うわ、現金だ。1ドル20。 OK、 いい。やっぱね、なんか大橋くんの方がいいね。有岡くんは破天荒なことしてたから、やっぱり値段設定とか。でもしてても売れたらね、結構あれじゃないですか。いや、でも売れるけど結構不満は多かったよ。あ、そうなんですか。価格が高えとか。あ、なんかありましたね、それ一つ。そうそうそう、かで、こうやって自分で店立ててこうやって選んでくれるのめっちゃ嬉しいですね。いや、嬉しいよね、すごい嬉しい。あ、結構売れてるよ。おぉ、いい、お、振りなし。やっぱ価格設定大事だね。大事っすね。ああ、あの細かいのやっちゃうとめんどくせえわ。はい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 、はい、あ、水が、いや、牛乳か、これ牛乳結構売れてますね。牛乳は補充しなきゃじゃなかったっけ、うん、1個全部入れたっけ。入れましたね、多分60、よいしょ、61、 OK、 1370、ファイティーン、よっしゃー、11160、よし、いい、結構。あ、チーズめっちゃ売れてるね、今日。チーズ、パンが売れないわ今日は。ってことですよね。うん、だってチーズやばいで、もうないよ、だって。うーん、まや、うん、おー、ありがとうございます。1枚、オッケー、いいんちゃ う、 う、結構、結構いいよ。小麦粉もいいじゃないですか。あ、この人コーヒーねっていう。 あ、小麦粉、あ、やっぱ小麦粉ちょっと高いんだ。他のスーパー見てきました、本当に。価格設定そんな比較、そんなバカ高くしてないっすよ、こっち。おお、めっちゃ買ってくれる。夕飯の時間だな。94。
28.80。いい。あ、やばい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 、いらっしゃいませ。やばいやばい。お、ありがとうございます。小麦粉 6.24。 パスタか。小麦粉の価格設定だけちょっと変えとく。先そうっすね、小麦粉よいしょ。あー、確かに高いか。まあ確かに高いっちゃ高いですね。5にします。 5.5 に、あ、5にしよっか。 5.00 で OK っす。今作業終了。よいしょ。いや、よかったんじゃない？総利益もほら。店舗レベルが上がってほら147だから、バイト雇えるわ。雇えますよね。雇える。次の日始めまーす。そうですね、バイト行きますよ。とりあえず管理でバイトから？そうですね、採用ですね。あ、行きますよ、それ。え、レジ係？レジ係が行けるってことですよね。そうだね、レベル10になったから。でも必要な店舗レベル10じゃないとダメですよ。え、待って、じゃあ俺まだいけないんだ。そうっすね、いけないんかい。で、何がなかったっけ。チーズがなかったんですよね。でも高いんですよね。でもないとね、言われちゃうからね。2個、2個っすね。パンは、パンはまだあったような気がする。シリアルに入れるよ、とりあえず。 OK っす。あ、じゃあもうそれでいっぱいっす。 OKオッケーです。いい。はい、こう、ね、うわ、チーズどうしよう、置けねえよ。牛乳は2本減らします。これ取れんだっけ。取れるんじゃないですか。あ、買う。今何本なんやろ。$684。いや、 B 買っとくか。これ買っちゃおう。買っちゃいましょう。でっけえやつ買っちゃいましょう。よし、届いたべ。来た、これじゃない。誰言ってる。とりあえず一旦ここに置いこう。あ、逆だ。こっちか。そうっすね。で、めっちゃ置けるじゃないですか。じゃあとりあえずもうチーズ。クレームだけ置きましょう。これ麦どうする。僕の性格上冷蔵庫の横に置きたいから全部詰め詰めにしたい気持ちはありますけどね。いや、わかるよ。めちゃくちゃいい。オッケー、綺麗。はい、来た。いらっしゃいませ。あ、来てる。お、パンめっちゃ買ったな、今の人。助かる。お、何も言わんよ、小麦粉安くしたから。オッケー。めっちゃ小麦取るやん、この人ね。カード 23.92 です。スス5.00。すすってやめて。すすすすいい。何売れたんだ今。すすとすす。これ売れた。売れたじゃないですか。売れてないな。あ、売れてないんかい。え、誰、どっから来た。すす売れてたよね。すす売れてましたね。あー、売れてる売れてる。すす、はいはいはい、ただいま。お、お菓子作りかな。19820っすね。あいい。スース、しゃあ、いい。これなんか意外と面白い。 いや、面白い。やりたくなる。ずっとね、やっちゃうのよ、意外に。家で やりたくなる。チーズ、いい。あ、結構なんかお釣りない人が多いですね。いや、よかった。だから価格設定が良かったんじゃない。ね、そうっすね、ほんまに。はい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 。いい。なな、やべえ、電気つけなきゃ。はいはい、ちょっと持ちよう。何？うわ、何？
で、あと4。そうっすね。チッティネギ電気つける。いい。いっぱい買ってくれてる。あ、お待たせしました。電気やめてよ。よって。はい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 、ナイスカード。3150、よっしゃ。いいカード。みんな同じカード作ってるな。流行ってるじゃないですか。流行ってる。この人だったらもう閉店です。え、なに、パスタ、パスタ高すぎんよ。買わねえんだからいいじゃん。ねえよ、在庫。まあ高すぎって言ったよな。こ、え、何度でしたっけね。店閉めます。もうありがとうございました。よし、もう店閉めよう。え、でも結構上手くなったんじゃない。なんかね、キーボードのあれも早くなってるんで、ね、早くなったよね。大岡支店長に、こんなお前らすごなったんやって言われるためにね。確かに。ちょっとよし、見つけた商品高い。あ、逆に見つからなかった商品ゼロですよ。いや、よかった。だから仕入れが良かったんだね。そうそう。あ、でも総利益がマイナスでしたね。まあしょうがないよね。はい、ということで今回はですね、はい、スーパーマーケットシミュレーターというものをやったんですけど、はい、どうでしたか。癖になりますね。そう、なんかね、アレゴ君って言った時もずっとダラダラやっちゃうねっていう話をしてて、うん、なんかほんまに店長になった気分でできるんで、うん、ちょっとやっぱこうね、仕入れたものを買ってくださるこの喜びがちょっとここでもできるなと思います。そう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 。次有岡君と2人でやる時とかもあると思うから、はい、その時はドヤ顔でアルバイト店やってください。はい、ということでこの動画がいいと思った方はぜひと思った、そしてコメントの方をたくさんお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。